北海道から西友の看板が消えることになります。イオン北海道は今日、道内の西友のスーパー事業を買収することを発表しました。イオン北海道によりますと、買収するのは西友が札幌市内で展開する9店舗です。9店舗のおととし1年間の売上高は261億1600万円で、事業を承継するにあたってイオン北海道が西友に支払う金額は170億円に上ります。札幌市内の西友の9店舗はそれぞれ10月1日からイオンやマックスバリュなどのイオンブランドの屋号に変更され、道内から西友の看板が消えることになります。